ましょう。ここがあれですか、インフルエンサーが集まる会っていうやつですかこれ。はい、あ、今日すいません、なんかちょっと呼んでもらって、自分みたいな、その全然自分インフルエンサーとかそういうなんかもう本当に一般人みたいなものが混じってしまってるんですけど、はい、今日はね、よろしくお願いします。はい、これみんなね、もう集まってるじゃないですか、もうね、こう集まってもらって、ごめんなさい、自分だ遅れてないですよ、遅れてないのになんかみんなあるじゃないですか、すごいなんかお集まりいただいてますね。はい、ちょっとじゃあ、飲んでます、もう飲んでます。あ、じゃあ自分もちょっと飲みますね。ちょっとじゃあ、ソズルドライもらっていいですか。はい、ちょっとお願いします。はい、すいません、なんか、え、なにこれ、飲みかけですか。え、なにこれ、あ、秋っぱのやつですか。まあもういいですけど、自分あれなんで、この持参のもうなんかもう飲んできてるんで、ここにちょっと入れてもいいですかね。ちょっとすいません、これじゃ入れますね。うわ、温度取っていいですか。自分がもう一回仕切り直して温度取っていいですか。ちょ、ダメですかね、そんな温度取ったら。え、いいですか。あ、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます。ちょっとじゃあ今日はね、なんかそのインフルエンサーの方がすごい集まってもらって、こうやってみんな集まってもらってですね、やってるんですけれども、まあこう、ね、自分も YouTube 初めて、4つ目初めてですね、まあ8ヶ月経ったっていうことで、おめでたいっていうことでですね、はい、皆さん今日は盛り上がっていきましょう。乾杯すいません、え、お酒入ってますかって。いやいや、まだ知らんっすよ、これ。なんで飲んでないですよ、見たらわかるじゃないですか、先輩ね。先輩ネット歴何年ですか。はい、あ、そんな、え、5年もやってるんですか。とても長いですね、素晴らしいと思います。ちょ、先輩、乾杯。あ、すいません、いただきます、乾杯。ちょ、一回飲ませてもらいますね。はい、え、で、先輩は何系でやってるんですか。はい、あ、ゲーム系ですね。あー、まあ、ゲーム、あ、もうわかんないですね、自分はわからないですけど。え、あ、ツイッターのフォロワー何人いるかって、なんでそんな話なんですか。やっぱ数を殴り合いですか、そういうのって。自分はですね、ツイッターですか。ツイッターはですね、12万ぐらいいらっしゃいますかね。はい、あ、インスタですか。インスタはまあでも 7.8 とか 7.8 とかですかね。はい、あ、全然、もう私全然一般人ですから、会社員ですから。はい、もう全然私大したことないので。あ、四つ目ですか。四つ目は、今、27万人ぐらいですかね。はい。いや、YouTuber じゃないですからね。自分はあんまり、ちょっと黙ってくださいよ。すいません、先輩。ちょっと、すいません、これ、グラスアタックしちゃうんで、ほんまにごめんなさい。やつじゃないんで、はい。先輩は何ですか、四つ目。で、それ自分、数で張り合おうとはしてないですけど。うん。あ、20万。あ、いいじゃないですか。20万でもとても立派な。ほんまとても立派ですからね。だからほんま、舐めてない。ほんま、ちょ、ほんま、ガチにごめんなさい。先輩ほんまに舐めてない。ガチに舐めてないですから。でも自分は、YouTube って、語っていいですか、ちょっと。YouTube って、すごいと思うんですよ。こうやっていろんな人の、太くて多数に顔をさらしてですね、やっていってですね、とても素晴らしいなって思います。なあ、みんな見てますよね、みんな。だから、その、活動してる君らが本当に素晴らしいって、私は思います。YouTube、初めて、8ヶ月のペーペーが言いますけれども。だからみんな、今日の、出会いに、乾杯。え、うるさいってんですか。あ、ごめんなさい。一回黙りますね、ごめんなさい。ちょっと、こういう、なんかインフルエンサーが集まるパーティーって何をするんですか、これって。出会い目的ですか、正直。あ、出会い目的とかってあるんですね。はい。あ、なるほどです。だからでも自分、今日なんか、別に暴れよっと思って来たわけじゃないんで、飲みに来てるんで、ちょっとなんか、出会いとか別といいみたいな感じがどうでもいいですね。なんかみんな、誰みんな、見たことないですし、誰ですか。なんか、見たことない人ばっかりですけど、はい。とりあえず、今日の目標は、まあ、全員潰して帰ろうかな、と思ってますね。酒いきり。そう。あんまりでも自分お酒強くない説ありますね。ありますけれども、でも全員そうして、マインドがここが大事ですから、飲酒って分かります、先輩。だから飲酒ってマインドが大事なんですよ。はい。大事だと思うんで、はい。だから、やっぱね、吐きたきゃ吐けばいい。飲みたきゃ飲め。そういうことですよ、飲酒って。ね、みんな。ね
誰だって、あ、私の名前、すいません、申し遅れました。ゼパって言います。こんなところで申し遅れましたけど、ゼパって言いますね。はい。よかったら、まあ、まあ、いろいろなんか、ゼパって言ったら一番上に出てくるやつがゼパなんで、自分なんで、もしよかったらね、フォローしてくれたら、先輩もね、フォローしてくれたらいいな、かなって思います。はい。連れてこえんかったらよかった？なんでですか？輸出と、なんでそんななんかハミゴみたいなのするんですか？いいですよ。インフルエンサーが集まるパーティー。大好きですよ、自分は。え、みんな、なんか、いっぱい語ってくれよ。ネットについて。自分は語りますよ。自分は YouTube について語りますよ。誰ですか？なんか、有名な、なんか、モデルの人？全然わかんないですね、自分。そのなんか、あんまその雑誌とか見ないんで、なんか、有名なあの方いるじゃんみたいなもん。だから、レオナルド・ディカプリオぐらいだったらわかりますけど、なんか、あんまわかんないですね。インスタグラムのフォロワーが5万人？インフルエンサーね。インフルエンサーのその、定義がわかんない。定義がわかんない。あ、あの人、あれですか？チャンネル登録者数100万人のあの人ですか？あ、まぁ、ちょっと顔は知ってますけど、ああやって見たらなんか人間なんやなーって思いますよね。失礼やぞって。あ、そうです、そうです。だからやっぱり、帰った方がいいですかね？これ、みんなで取引行っちゃいますか？みんな、二次会行く人います？二次会、全然自分、やりますけど、手配いたしますけど。二次会、取引は嫌だ。なんでそんな、なんでそんなこと言うんですか？取引いいですよ？取引の魅力わかんないでしょ？皆さん、ね。取引いいじゃないですか？何よ、先輩。あんまお前暴れんなって。いや、暴れてない。暴れてないっすよ。ちょっと、一回黙りますね。一回、すいません、先輩。一回飲みました。取引行く人。あんまりいないんですけど。なんでみんな取引そんな行きたくないんですか？うまいですって。山芋ペッパー食べたことあんのか？お前ら、本当に。じゃあ、冬ラムネ自分、今日の、なんか、いるかなと思って持ってきたんですけど、冬ラムネいる人。あ、一人いる。君は伸びるよ。君は絶対 YouTube 伸びるから。もう絶対言うから、これ。あげます、あげます。2.5 次元俳優いるって。2.5 次元俳優。わかんないわかんない。どういうことですか？ 2 次元なんか3次元なんかわかんないじゃないですか。あ、あの人ですか？でもあんまなんか、まあ、人間、3次元ですね、あれ。あれ3次元ですけれども。なんかあんま 2.5 次元とか、わかんないですけど、はい。まあまあ、全然。もう、おっきれな人やなと思いますけど。しゃあ、みんなでじゃあ、最後ね、バーモンに詰まってきたっていうことですし、トリッキー行きますか？トリッキー行って、トリッキー、ここ1次会あるじゃないですか。で、トリッキー行って、で、最後、3次会カラオケ行きましょう。はい。で、カラオケ行って、で、カラオケの次、映画館見に行って、で、朝まで映画見て、で、なんか、朝あるじゃないですか。で、なんかみんなで、牛丼食べて帰りましょう。それでいいですか、みんな。いい？あ、いい？誰？もう、じゃあ、いい人来てくださいよ、みたいな。じゃあ、皆さんね、じゃあ、この会が終わってからですね、まあ、外で自分待ってますので、それで、まあ、手配していますので、じゃあ、皆さんもね、来てくれたら嬉しいなと思います。今日、ありがとうございました。こうやって、インフルエンサーのね、先輩もありがとうございました。そう、インフルエンサーが集まるパーティーって、こういうことないんで、なんか、嬉しいなって思います。誰とも連絡交換しないですけども、はい。ありがとうございました、皆さん。楽しかったです。ありがとうございました。あ、ゼパでした、自分。はい。あざした先輩もありがとうございました。